反り腰が治らん。足細くしたくてクワッとするけど前のももが太くなる。腹筋頑張ってもお腹へこま。体幹は弱いし、たまに腰も痛い。気になる部位はいつも冷たいし、骨盤は歪んだまま。マジ今回のストレッチ頑張っていこう。楽に座った状態で足開きます。つま先を前後に動かしましょう。膝曲げて足の甲を倒して足の裏つける感じです。足首硬いと姿勢が崩れます。OK。 今度は軽く開脚して足を振りましょう。あとしっかり開く方を意識してください。股関節周りが硬くなると骨盤の歪みができてきます。股関節を開く方を意識しましょう。しっかり弱くなると後半が楽になりますから、しっかり体温めながら伸ばしましょう。OK。 足の裏合わせて膝を下に開く感じで股関節を動かします。スタート。しっかり押さえる方を意識しましょう。できる人はしっかりかかとをね、手前に引き寄せて落としましょう。できれば胸をしっかり張りましょう。初めに言った悩みが全部解決できます。 OK。 足を M 字にしましょう。内ももを床につける感じで左右動かします。あとできれば体がね、反らないように動かす。足以外は安定させます。ゆっくりでいいです。あまり強くやると股関節痛くなるんで、ゆっくりゆっくり倒しましょう。倒す足以外はあまり動かないように。はい、OK。 足閉じたままで片方ずつ倒しましょう。あとこれも動かす足以外は安定させます。体がこう反らないように。押さえつける感じ。手を後ろについてもいいし、体を起こしたままでもいいです。手で自分で押してもいいです。 OK。 楽に座った状態で胸を張って背中を丸める。これで腰の筋肉を動かします。スタート。しっかり胸張って腰反らして、で腰を一気に丸める。息を吸って、息を吐く。これだけでも反り腰がね、ひどい場合は落ち着いてきますんで、引き筋肉を動かしてお腹を使っていきましょう。ぐっと反ったら丸める。 OK。 今度は出ましょう。膝曲げて片方だけパカッと開きます。腰をできれば床につけます。これでキープ。もう腰がね、やっぱり浮きやすいんで、浮いてる腰をできればペタッとつけると股関節がね、さらに広がります。難しい人はね、腰を浮かしたり床につけたり、いろいろやってみてください。はい、反対向きましょう。あとしっかりね、股関節開きましょう。腰を床につける感じにすると、鼠径部をね、上に突き出すようなイメージになります。しっかりね、関節広げることができます。やるよっていう人はね、さすりながらやるといいです。さするとね、そこの部位でリラックスできるんで、
には両足かかって開いていきましょう。これもできれば腰を床につける感じで、すると同じね膝の幅でもしっかり伸びます。腰床つけるの少し腹筋使うんで弱い人は、ね、難しいと思いますが、たまにねこういう大きく動いてもいいです。このまま片足を軽く抱えましょう。片方の膝は開いたまま、あと今度は腰が床につきやすいと思います。この状態で片足ずつ股関節を開きましょう。股関節しっかり開いていて、ちょっと反り腰やお腹ぽっこりがね治ってきますんで、しっかり股関節開きましょう。反対も同じようにいきましょう。よいしょ、スタート。腰が痛い人はね、いっぺんにやらずにゆっくりね、痛みに慣れてから徐々に力を入れていきましょう。足を上げて足をぶらぶら振りましょう。股関節をねだいぶ緩めてるんで、これで足をぶらぶらするとリンパの流れが良くなります。足が冷えやすい人とかはね、こういう順番でねやっていくと改善されやすいです。股関節とかストレッチをせずにリンパの流れを良くしようとしてもなかなかねうまくならないんで、しっかり順番を踏んでいくと効果的になります。 次はマイペースでいいので、片足ずつ関節を開いていきましょう。開いたらね足をつけてもいいです。抱えて開くっていうだけができればね、あとは床を張って動かしていいです。できる人はもう床つけずにね回すといいんですけど、あんまり無理すると疲れちゃうから、もう開いたらね地べた張ってゆっくり動かしていいです。 OK、 反対向きましょう。抱えたら開きます。スタート。できれば抱えた時に腰を床につけましょう。そこから股関節を回す感じです。立ったまま足抱えるとやっぱ結構疲れるけど、寝てるままならね割と膝抱えやすいですよね。よし、 OK。 今度足をね上げたまま止まっときましょう。あとこれがね結構辛いですよね。できれば膝をたまに伸ばしてください。もし伸びないよっていう人は少し斜めにして膝を伸ばしましょう。それでも辛いよーって人は少しつま先をね伸ばすと足も伸びやすいです。この筋肉が硬いと反り腰になります。 OK、 足肩幅にしてお尻を上げます。下ろすのがポイント、背中からゆっくりつけてください。上げるのは普通に上げましょう。その背中からゆっくりつける感じなので、腰をしっかり丸めないと多分足が床につかないんで、背中から腰を丸めながらゆっくりつけていく。この床についてる状態が立ってる時の正しい状態になります。腰を丸めて床につける。 OK、 できたよ、辛かったよってことはコメントで教えてください。